こんにちは、エマです一日1問、ディクテーションの時間です聞き取って書いてください時間がある人はシャドーイングもしてみてくださいでは、三回言いますこの本は今年一番のベストセラーだから絶対に読んでおきたいんだ次は 少しゆっくり言いますこの本は今年一番のベストセラーだから絶対に読んでおきたいんだ最後に字幕を入れて言います。 この本は今年一番のベストセラーだから絶対に読んでおきたいんだ。では解説の時間です。どうですか聞き取れましたかでは一緒に発音の練習をしましょう。私の後に続けてください。この本は今年一番のベストセラーだから絶対に読んでおきたいんだ。 どうですか上手に言えましたか発音は大切ですから、一緒に毎日練習しましょうね。今日は、カタカナ言葉が入っていましたが、聞き取って書き取れましたかベストセラー。ベストセラー。このように書きます。では、意味も確認しておきましょう。ベストセラーというのは、 よく売れた商品という意味ですが、主に本に対して使われます。ある期間の間にたくさん売れた本はベストセラーと言われます。私は本が好きですが、皆さんは本が好きですか皆さんの国のおすすめの本があったら、ぜひ教えてくださいね。 では、最後にもう一度一緒に繰り返してください。この本は今年一番のベストセラーだから絶対に読んでおきたいんだ。いいですね。その調子です。では、今日はベストセラーという言葉を勉強しました。この言葉ぜひ覚えて実際に使ってみてくださいね。今日も頑張りましたね。お疲れ様でした。 ではまた次のディクテーション一緒に頑張りましょうではまたねさようなら